クローゴシロールレットスタート。これキャラのデザインでした。ちょん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 、1番テーブル、2番テーブル、6番テーブル、全部のテーブル、お酒大好き、どうすかすかすか飲んで、いやディオール、あ待って、餃子ができた。なんかなあー、もうちょっとこっちですよ。はい、こっち、こんにちは、あ、挨拶やります。こんにちは、山口警察の中身くん、毎日メイクやっていきたいと思います。さっき間違えてインスタライブでテキーラをショットをね、一気してしまったという事件があります。少しだけ酔っ払ってるんですけど、大丈夫です。じゃあ、開幕の合図を。ということで、毎日メイク。え？あー、レッツゴー。まずファンデ、あ、そういえばね、見て、あー、こちら、うま塩チキン、腹が減ったら戦はできるということで、あれ、え、いただきます。うん、あー、インスタライブの時点では酔うつもりとか全然なくって、あはてか、よかったね、私に食べられて。はい、みかんちに食べられて、お菓子は重さです。そうでしょうよ。今日は珍しくストロング飲んでます。本当にストロングは避けてきたんですよ。ストロング飲むと結構悪酔いしちゃうタイプなので、うわうわうわってね、吐いちゃう秒で滅びになりたかったというか、すぐさま気分を上げたかったで、多分投稿してる頃には違うと思うんですけど、今日ハロウィンなんですよ。だから今日はハロウィン仮装をしました。どうでしょうか。ゴーゴーゴー、僕らの輝く太陽のよう、日暮里の夜燃え上がる希望を轟かせ、時間赤組、ドゥン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 、僕らは白いイナズマだ。メイクする、毎日メイクしますわ。まずはルーレットを開始します。回転寿司形式でメイクしていきたいと思います。こちらですね、何の化粧品からメイクしていくでしょう。ルーレットスタート。長いよ。はい、どこが、まあいいや、とりあえず私は化粧水と乳液からします。じゃあ始めます。てかこれ邪魔だな。おう、ルシェリのリフトグローローション、デパコスでもないし、プチプラでもないし、前はね、デパコスをずっと使ってたんですけど、てかね、ケチなんよ。こういうのって結構消耗品で、一生お金に追われる生活をするわけじゃない。これ、デパコスを買うことによって。デパコスを使ってたんですけど、私はどんどん水準を下げていってます。生活水準を。いつどうなるかわかんないんだよね、私の職業の場合は。いつ、この職業がなくなるか。私の動画を見てくれなくなってくれるかもしれない。贅沢してらんないわけですよ。ブランド物買ったりだとか、そんなんでできたもんじゃない。私は現実派なんでね、貯金ばっかりしてますよ。贅沢ができないというか、まあ、食べ物に関しては別、私は食べ物にめっちゃお金使うタイプなので、服、コスメ、もうそんなんじゃない、食べ物お金かけちゃうよね。そこだけは富豪、食に対してだけは富豪の考えを持っている。あ、手もベタベタ、やだこれ、やだこれ、手がベタベタなの嫌い。私化粧水とか化粧なんちゃうとか嫌い嫌い、バカ、手がベタベタになるから嫌いなんて言ってた。おう、これになります。チェック、トラウマント系って今これはね、めっちゃいいよ。ベール羽織ってるぐらいの自然な肌のパッって明るくなる感じだから。これ買いな、みんな。
早速デポコス早速デポコス使ってんの贅沢してらんないわけですよ。次はファンデーションします。待って、よっからじゃ、え、本当にファンなくなった、次にコンシーラーをします。最近買ったんですよ。 YouTuber さんがこぞってザ・セムのコンシーラーはいいと言ってたんで、ほんまかいなと思って、みんな金もらってんじゃねえかザ・セムにって思ってたんですけど、買ってみました。なんだろう、説明全部韓国語だからわかんねえよ。説明しようにもわからんよ。ちょん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 、もう塗りすぎなんだよ。337拍子をする要領でオレンジ色っぽいやつをやって、その上からファンで重ねることによって、すごいもうくすみでつくすくすプつくつくつくプつくつくポンつくプカつくプつく、おうでスックのヌードウェアリクイオちゃんぶんけいですらね。これは素肌感がすごい出るやつなので、すごいかわいい、肌が綺麗になりました。じゃんじゃん。次はこのスックのパウダーを作っていきます。作れねえよ。すごい、こうやってやったら粉が回って、桜舞い散る中に忘れた記憶、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す。おう、インスタライブでね、ノリでテキーラをショットで飲んだっていう話なんですけど、せっかくやからさ、テキーラってどんな味なのって思ってる人もいると思うのよ。どんな感じかっていうのをみんなにね、食レポしてあげるます。ちゃんとね、レモンも用意してるので、テキーラとかコカボムっていうのはね、テキーラ飲んだ後とかに緑色のさ、レモンみたいなあるじゃん、あれをってね、加えてテキーラのウェーっていうやつを軽減するってやつがあるんですけど、うわすごい、机はまな板傷が入っちゃって、でもかっこいいよね。だいぶ前にフランフランでショットを買い、フランフランじゃないか、フランフランでショット売ってない、フライングタイガーだ、ショットを買ったんですよ。自分から飲むって絶対ないね、私本当に嫌いだから。罰ゲームでテキーラとかあるわけじゃない。その時はバーテンダーさんにで小声で言っちゃうぐらいに、やったら本当に嫌いなわけですよ私は。これ今日はよかちゃん、嫌みやってんね、嫌みやってんね、嫌みやってんね、1番テーブル、2番テーブル、3番テーブル、4番テーブル、5番テーブル、6番テーブル、0番テーブル、お酒大好き、何持ってんの、何で持ってんの、飲み足りないから持ってんの、おいドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、飲んでドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、飲んで。マジ。次に眉毛をします。ケイトのやつ真ん中の、あ、そうだ、そこ見えコスメすぎてもう真ん中とかもむしろない、スカスカなところをこうやって埋めていく感じ。結構もうはやはやしてる、このなんていうんですかね、ハヤシライス、クソつまんねえな。ついでにノーズシャドウもこうやってしていく。あ、やりすぎた、やりすぎた。あ、餃子上がってきた。鼻が低いので劇的に、劇的ビフォーアフター、テレテレテテレ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 、鼻が低い彼女はいつもよりまして、いつもよりまして影を付け足していくのであった、テレテレテ。次にペンシル、パウダーとマスカラだけとかで前やってたんですけど、ペンシル使うようになってからマジで眉毛褒められるようになったので、こんな感じかな。キスミヘビーローテーションのやつをこうやって、次はディオール、あ、待って、餃子ができたんだとすれば、セブンの冷凍餃子が大好きなんですけど、ローソンのチキンが食べたくてローソンに行ったので、ローソンで我慢しました。おい、今日は何を持ってきたんだ。今日はローソンの餃子しか持ってきてません。セブンの餃子って言っただろ、すいません兄貴。まあいい、今日はこれで勘弁してやる。稼い、さっさと伏せろ。へい兄貴、ローソンの餃子なんて誰が食うかって話。美味しい。
次にね、これね、バディさんからもらった化粧品なんですけど、え、センス良すぎ、めっちゃ可愛いってかね、私のバディさんすごい可愛くって本当に一期一会だと思うよ。ベースの色をこうやって塗るでしょ、ここに。私の場合はね、ごめんね、今悪気はないんです。この色を涙袋にアイホール全体に塗ります。ブラウンっぽいオレンジを使って全体的にカラーを入れるっていうのはマジで向いてないので、目尻からこういう風にさっきのやつで涙袋を。てかね、聞いて、私最近これ買ったんですよ。じゃーん、え、待って、ちょっと待って。ガチューシャー外しながら君が吹く風の中で微笑むだけでなぜか何も言えなくなるよ、こんなん。もしもし、今おたげしてた